カーチュンです。ちょっとカメラ近い。今日はですね、幕張海浜公園に来ています。幕張クロスですね。昨年ですね、ちょうど僕がですね、ビチアム TV を担当するようになってちょうど1年ということで、ちょっと感慨深い大会をちょっと祝福するような感じで、すごくいい天気ですね。で、いつものようにですね、今日はシクロクロス、僕はですね、カテゴリー2、まあ、今年からメンズエリート2になったんですけども、そちらの方出るんですけれどもね、いつもいつも一人で出てるんですけど、今日はですね、ちょっとニューカマーがいるんですよ。どうぞ。チャッチャラッチャチャッチャッチャチャーン。自己紹介をどうぞ。はい、初めまして、松本博士と言います。南麻布店で、最近働き始めました。はい、この秋からちょっとね、南麻布店でですね、頑張っていただいているで松本くんにですね来ていただいてるんですけど、ジャージ着てるじゃん。あ、ゼッケンついてる。あ、何レース出んの。あ、出ますよ。出るよね。そう、出ますよ。というわけで、今年から始めた今日で3レース目。そうです。はい、今年は3レース目ですよね。と、はい、いうことで、今回から実はですね、新車もちょっと投入していてですね、ちょっと最近シクロクロス界隈でシェアをじわじわと広げている新車があるということで、ちょっとそちらの紹介も交えながらですね、今回は、普段レースに慣れている僕と初心者の彼がどういった戦いぶりをしたかという、ちょっとね、首都圏からアクセスしやすい幕張クロスを舞台にですね、ちょっと2人で頑張りたいと思います。では一緒に頑張るぞって言うぞ。せーの、頑張るぞ。ムーブムーブムはい、バイクチェックのコーナーです。松本くんの新車キャニオンインフライト、はい、これは CFSL かな、 SL です、ね、CFSL ですね、はい、トップグレードが SLX で CFSL、 これ、はい、SL と SLX でどう違うのかな。これカーボンの素材よりハイモジュラスで高密度なわけだ。そうですね、若干軽い。若干軽いハイモジュラスってそのなんだろう、キャノンデールとかのハイモッドとかもあるんですけども、ハイモジュラスとノーマルモッドでどう違うかっていうと、高密度なのね。ハイモジュラスって高密度っていうのは、要するにそのカーボンっていうのは樹脂とカーボンの繊維だったりとかパウダーね、ああいうやつをこうやってくっつけてる、いわゆるプラスチックみたいなやつなんだけど、ハイモジュラスの方がよりカーボンの密度が濃いんですよ。でカーボンの方は炭素なんで軽いんですね。だから密度が高くなればなるほど高い剛性でなおかつ軽くできる。でノーマルモードだとちょっと樹脂が多い、樹脂が多いからちょっと柔らかくなるね。で重量自体もちょっと重たくなるんだけど堅牢性が良くなる。でシクロクロスの場合はそこまで軽量性っていうのはあんま、なくてもいいかなって。僕実際鉄使ってるし長時間ヒルクライムすることがないってことで、まあ、実際この CFSL 使ってるユーザーさんも多いです。実際乗ってみてどうでしたか。いやー、もう前に乗ってたバイクが鉄っていうのもあるんですけども、とにかく軽くて正確に曲がれるっていうのがもうすごい一番いいところかなっていう。そうそう、はい、意外とやっぱり専用バイクのその性能っていうのはこういうレースとかこういったスラロームのあるコースで走ると分かるんですね。実際納車されたのっていつですか。5日前ですね5日前5日前に納車されて今日いきなりレース投入。そうですね、はい、不安とかはなかったです。いやもうちゃんとメンテしたんでちゃんとメンテしたんで大丈夫ですでもあんまりポジションとか乗った感じの違和感とかもなくスッて乗れたみたいな。もうなんかずっと乗ってたバイクかのようにもうスッと乗れちゃいました、うん、はい、なんか話がわざとらしいような気がするねでも本当です実際そうらしいんですよね。ね、でなかなか来ないかって、本当は幕張クロス間に合わないんじゃないかって言われて、でバイクのちょっとチェックの方入りましょう。こうやってグレーとかが入ってるし、一見ブラックに見えるところもこれブラックじゃないんだよね。実はグレー、ちょっとグレーっぽい。太陽光いっぱい浴びるとグレーっぽく見えますね。そう、明るい色がついてる、はい、でまあ納車されたばっかりなのでカスタムポイントは正直あんまりないので GRX で組まれていて、まあ紐引きの GRX ですね。で、はい、ペダルは以前から使ってたペダルでね、これ。そうですね、クランクブラザーズのキャンディー1なんだ。そうですね、一番安いやつです一番安いやつなんだけど侮るごとの中でみたいな感じで、これね実はねキャンディーシリーズだと一番軽いこれだけプラスチックゲージなんだよ他金属ですね。他は金属でトップグレードになるとチタンシャフト入るんだけど、やっぱゲージが重たいから一番軽かった。でサドルはセライタリアのフライトブースト、これなんかお気に入りだって話したんですね。これはそうですね、ロードバイクから移し替えてこれがもう一番いいんで、これが一番いい。ペダリングがすごい安定する、うん、あ安定するって、ね、これがお気に入りですね。
セラーイタリアだと、まあ、大きくあのフライトシリーズと SLR っていうのがやっぱ2台相当で、まあ、他にもあるんだけどね、なんかあの SP01 とかいろいろあるんだけど、あの大きく分けて SLR とあのフライトってあって、でフライトの方がどっちかというとフラットの座面で前が広くて前乗りしやすい、だからわーってヒルクライムで駆け上がるときとか前とかに座りやすいし、荷重自体もちょっとしやすいかなっていうサドルです。僕はこれ実はブルベで使ってます。 CX だとファブリック使ってるんでこれ使ってないんですけど、結構僕も好きなサドル。タイヤはシラクエッジ TLR 入れてますが、今日はチューブドで走った。今日はチューブドです。チューブドで走ったポイントとしてはここのキャニオンの白いシールがついてるんですけど、これ反対側は実はついてなくて、あの最初からついてくるステッカーを、ああ、ね、実はこれをちょっと貼って、ここに貼ってんね、はい、ちょっとプロっぽくまあ確かにプロっぽいですよね松本くんはここに貼ったので、これがチャーミングポイントだった。チャーミングポイントですね。で持った感じはそんなに軽くない、ずっしりしてるなっていうような印象は受けたんですけど、乗るともうピューンバビューンバビューンと思ってます。トラクションが素晴らしいからね、こういうバイタルがね、というわけで、キャニオンインフライト CFSL、そうです、はい、正直ちょっと僕も欲しいこれやっぱカーボンバイク軽いしね、性能いいんだよ。この間僕リドレも乗らせてもらったけどね、いやいいんだわ最近のバイクね。だからちょっと僕もあの早く変えたいんで、あの感知ブレーキじゃなくてディスクブレーキにしたいなと思ってね。まあこの後レースなんでね、ちょっとね彼に意気込み聞いてみたいんですけど、これゼッケンね18番、結構前だよねこれね。そうです。今日何人走るんですか。今日は確か53人ですね。53人走って18番だよ、はい、真ん中より上だよね。そうですね、ちょい上ぐらい。トップ10いけちゃう？まだまだちょっと実力は足りないんですけど、目指す。気持ちで負けんな、気持ちで負けんなそこでな。目指すところは、目指すところはそうですね、10位以内が入りたいなっていうところで、はい、10位以内、ちょっと控えめに10位以内8人抜きゃいいだけじゃんね。スタートで8人ピュッて抜けるじゃん。いやそんな甘くないですまあ実際にそんな甘くないですよね、大変だからね、はい、ここビビっちゃうからね、はい、頑張ってくださいこの後ね、はい、はい。チップ大丈夫。あ、もう大丈夫。マジっすか。いや、ちょっと応援してました、このネクロ。全然ダメでした。前が詰まってしまって、降りなきゃいけないところばっかりで、乗車の技術とかも、前をかわすのも全然足りなかったっていう感じですね。はい、というわけで、暑くないこれ忘れちゃったんですよ、忘れちゃった昼間くと多分20度超えて、これ多分だいぶ暑そうだけど、めっちゃ暑いです、はい、今シーズンからあの松本くんシクロクロス始めたんですけど、なんでこれ始めようと思ったんですか。専門学校に行った時に、うん、マウンテンバイクみんな乗り始めて、その中で自分の持ってるバイクを CX バイクにして改造すればいいじゃんってその先生が言ってくれて、はい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 、でそこからあの始まったっていう。今日がデビュー戦じゃなくて3レース目のね。そうです。でだけどキャニオンこれね、インフライトがあのデビュー戦なんだけど、これ前2レースはマウンテンバイクを改造して走ったんだね。そうです ね、それでも全然レース出れちゃうって感じ、まあ、そうですね、なんとか出れるって感じです、ね、そうそう
だから C4 とか C3 の下の方のカテゴリーとかは別にマウンテンバイクでフラットバー出てもいいんだけど、確かドロップハンドルに改造してたよね。そうですね、はい、ドロップハンドルです。だそれでシクロクロスのレースに出よう、ロードレースじゃなかったんだね。そうです、まあロードバイク自体がすごい高速で下りで落車した経験があるので、はい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 、あんまり好きじゃないんですよなるほど、まあ、シクロクロスって結構レースだけどやっぱり速度域そんな高くないんだよね実際。そうです、ね、はい、僕も思想の時ちょっと今日落車したけど、あの草だからそんなアスファルト違ってすごいスリムじゃことあんまりないんだよね。ちょっと打って、あ痛かったなぐらいで、だいたい15分ぐらいすると落ち着くってことが多い。だから意外と安全っていうのがあるんですね。松本君的にやっぱりシクロクロスの魅力、ここが面白いよってことで、魅力やっぱりその30分間で全力を出し切る競技っていうところがいいっていう、はいはいはい、やっぱ普通のサイクリングとかだと1日中とかなったり、ロードレースって結構長かったり、まあ、クリテリウムとかだと短かったりするけど、やっぱ人が近接してたりとかして、はい、また様子変わってきたりするけど、やっぱりそのわーってみんな走ってるそのサーキットというかコースがあって、その中で30分決められた時間の中で全力で走るっていうのが、はい、それがまた気持ちがいい。そこがいいです、ね、マウンテンバイクとかじゃなかったんだ。やっぱりこういう都市でやってる、うん、アクセスしやすいっていうのもある。マウンテンももちろん好きなんですけど、うん、行く仲間がいないんでああそうだよね、山行かないといけないよね。マウンテンバイクも楽しいんだけどね。僕も富士店とかトレックのバイクで走ったことあるんだけど、はい、楽しいんだけどね、結構大変だよね行くのがね。そうですね、 ENS とかも山奥じゃないですか結構、はいはいはい、だから今日幕張とかだと都市だもんね、そこ幕張メッセだもんね、そこね。電車でもちょっと応援来てねって言ったら呼びやすいし、そうですね、で応援もしやすいよね、走ってる人ね、あっち行ってこっち行ってって言って、おい頑張れって応援しやすいってのある、ね、そうです ね、はい、なんか自分ばっかり喋っちゃってるね今日僕輪行で来てるんで、えあレンタカーじゃないんだ、輪行なんだ。あ今日は輪行でも参加できちゃう、できます。実際同じ車両に4人輪行袋トントントンと並べて、あなんかみんなじゃあこいつらはちょっとライバルかもしれないなと思って電車でねそうみんな海浜幕張で降りるから、あみんな出るなと思って、もう面白かった。だから輪行でも参加できちゃうね、な意外と手軽みたいな感じ。そうですね、はい、ロードレースとかはなかなかそうはいかないもんね。結構やっぱり群馬 CSC とか遠いしね。そうですね、渡良瀬クリテリウムとか出やすいけど、この間動画上げた、ね、上げたいああいうやつぐらいだもんね。そうです ね、はい、なんでシクロクロスも怪我しづらいしお手軽に参加できるし楽しい、楽しいですねっていう感じ、はい、応援しがいあるもんね。そうですね、応援するのも楽しいですもん ね、でもすごい今後なんかこういう風にやっていきたいなとか目標とか目標としては表彰台に乗りたいなっていうところが大きいですね。今日はちょっと届く感じしなかった、まあ、全然ダメです。全然ダメだった今日は全然ダメだった。キャンパー全部降りたからね、下りも降りたからね。いやまあそうですねそこはもうあの実力不足という、まあ、技術不足なんで。今度12月にシクロクロス講習会やるから、はいね、一緒に参加して、下りもちゃんと乗れるようにみたいな。ですね大事です、頑張りたい。最後に何か一言、初心者でも楽しいですはい、というわけでちょっと、ね、松本君今シーズンねちょっとね彼の出るレースもねちょっとねあのレポート上げられるタイミングがあったら上げていこうと思います、はい、ぜひお願いします。Told you I was ready right this minute. Do you think that it would turn you on?